皆さん、こんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校6年生の算数、並べ方の1回目です。数や物を並べるとき、ね、何通りできるかということについて説明してみたいと思います。では、問題見てください。1,2,3と書いてある3枚のカードを並べ、3桁の整数を作ります。この時3桁の整数は何通りできるでしょう、こういう問題ですね。これを考える時、123があって213があってなんて頭の中だけで考えるとね、同じものを2回考えたり、またはね、作り忘れた数が出たりしちゃうんですね。そこでまずこれを整理して順序よく調べるために、まず表を使って考えてみましょう。ここの通りに100の位に来る数、ここの通りに10の位に来る数、ここには1の位に来る数を書いていきます。では100の位が1、ね、の時、10の位に2が来る時、ね、そうすると1、2って言ったら残りの1枚は、ね、3は1の位に来て123という数ができますよね。もう一つ100の位に1が来た時、ね、今度はここを入れ替えて132、ね、こういう数ができますね。では次に、もう100の位が1の時はちょっとないので、今度は100の位が2の時ですね。2が100の位だったら、10の位に来るのは1、そして1の位が3という場合と、100の位が2の時、ね、10の位は3、1の位が1、ね、213、231っていう数ができますよね。同じように100の位が3の時、ね、10の位が1、1の位が2の時があって、もう一回、100の位が3の時、10の位が2、ね、1の位が1という、ね、こんな風に書いていくことができますね。ですからこれを数えると、1通り、2通り、3通り、4通り、5通り、そして6通りと、ね、こうやっていくとね、何通りできるかが、ね、順序よく考えて、分かります。今日はこれとは別の方法でもう一つ、ね、この並べ方の考え方、どうしたら分かるかというのを紹介したいと思います。で、123という3枚のカードなので、100の位に来る数、1の時と2の時と3の時がありますよね。ですからこの3枚が来るので、ここにまず点を書いて、そこから1本、2本、3本で、こんなふうに線を書いてください。で、ここには100の位の数という意味で100と書きましょう。100の位が1の時と2の時と3の時、こんなふうに書きます。その時10の位に来る数は1を使ったので、あと2枚カードが残っていますね。つまり何のカードかというと、2のカードと3のカードです。ね、2を使うと残っているのは1のカードと
3の角です。100の位に3を使うと残りの2枚は1の角と2の角ですね。そして次に1の位、ね、これ1、2と使ったら残りは3、1、3と使ったら残りは2と、ね、同じように2、1って使ったら残りの角は3の角を残っていると、2、3と使ったら残りは1の角を残っていると、3、1だったら残りは2と、3、2を使ったら、残りは1というふうに できる数は123というか132という数、213という数、231という数、312という数、321というこういう数ができますね。123456、やっぱり6通りですね。まあ当然ですけれどね。でこちらの考え方ですね、この図のことをですね、木の枝が分かれているように、ちょっと見えるので形が似ているので、この図のことを樹形図、ね、樹形図、こういうふうに読みます、ね。これから、並べ方の2回目はこの樹形図を使って、数や並べ方が、ね、何通りできるかというのを調べていきたいと思います、ね。ここは何通りできるでしょう。これは答えは6通りですね。6通りというのが答えになります、ね。調べるとき、こういう並べ方を調べるとき、表にしたり樹形図を書いたりして順序よく考えていくと、今回はそうやって考えていくんだということを、確認して覚えてください、今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。